ここからは海の話題をお届けします。海と日本プロジェクト in 長崎は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環としてお送りしています。まずこの写真をご覧ください。見えますか？これ何だと思いますか？海の真ん中に風力発ですか、ね、そうです。しかも大原さん注目点が素晴らしいです。これ風力発電っていうと、まあ、土地に立ってること多いと思うんですが、ね、山の上の印象ですよ ね、風が通り抜けるような場所に、うん、ここ海の上にあるんですね。そうです、海です、ここね、なるほどね、ここにね。これ実は洋上風力発電っていうんです。実際に見てきました。こちらをご覧ください。五島列島の南西部にある五島市、島の玄関口福江港ターミナルから船に乗ることおよそ20分。おお、近づいてきました。やっぱり大きいですね。おお、すごい。その名も滝山沖2メガワット浮体式洋上風力発電所。風車は直径80メートルととても大きいんですが。そんなに？そうなんです。この浮体式ってことはどういうことか分かりますか？浮体ってことはやっぱり、ね、本体浮いてるってことですか？その通りです。でも全体で重さは3400トンもあるんですよ。でも海に浮いてるんです。不思議。あの海の中どうなってるんだろう。気になりますよね。なぜ海に浮かんでいるか、そしてどういう構造なのか、設置に携わった戸田建設の佐藤さんに聞いてきました。本当に不思議ですよね。すごい広い海が日本広がってますよね。でこの海を活用できるんじゃないのかなっていうのがそもそものきっかけです。海の上っていうのは障害物ないですよね、はい、真っ平らで障害物がないので風がすごく乱れのないいい風が吹いてくるんですね。なおかつそれとてもですね、風の強さも強いです。ですから海の上に行くと強くてなおかつ乱れがない風にが捉えられるんです。それは風力発電にとってすごく良くてすごく安定したですね、いい電気が作れるんですね。この洋上風力発電では年間に一般家庭のおよそ1800世帯分を発電しているんです。とてもクリーンなエネルギーなんですが、海への影響ないのでしょうか？この風車を建てることでその環境に悪さをしないっていうことが一番重要かなと、はい、ですからあることでいいことっていうよりもこの風車がいろんな人たちの迷惑にならないっていうことが一番重要かなと思ってます。気になる風車が浮かんでいられる秘密は海の下にあるんです。水中部分はコンクリートや鋼を使っていて風車よりも重くなっているんです。まあ、例えると魚釣りの浮きのような仕組みで浮いているんです。そのため海底の工事も少なく済んでいるんですよ。海底に接してないですね。これが本当に海中の中浮いてるんだって信じられません。そうですね、海面付近見てもらったら分かるんですけど、はい、同じところに海藻がついてますよね。あ、はい、これ浮いてなかったらですね、はい、潮の満ち引きでいろんなところに海藻がつくんですね。これが一つ浮いてる証拠です。なるほど。これだいたい寿命が20年なんですね。新しい技術が開発されてとんでもなく効率のいい太陽光 パネルが開発されてなんか家の上にあるだけでもう電気全部賄えますよみたいな世界になってるかもしれないですね。その時にはこの風車は無用の潮物になるわけです。でも完全に撤去できるので元海に戻せるんですね、はい、それがもうやはりこの浮体式のいいとこだと思います。はい、国内で初めて実用化された五島市の浮体式洋上風力発電。エコな取り組みは子どもたちへの環境教育や島の PR にもつながっています。子どもたちにですね、実際生の風車を見てですね、びっくり大きくてですね、びっくりしたり、されたり
ペットボトルでですね、あの風車の模型を作ってもらったりしてとても喜んでもらっています。この海洋再生可能エネルギーの島づくりということを、やっぱりもっともっとですね PR して、たくさんの方々にですねまたここに足を運んでもらえればなというふうに思っています。海はですね、まあ、今ゴミ問題とかプラスチックとかいろんな問題あるんですけども、やはり我々の生活を支えるですね非常に重要な資源なんですね。ですからその海を使うにしてもですね、やはり大切に海を汚さないようにしながら、でなおかつその海がより豊かになるようなですね、そういうことをやっていかなきゃいけないし、で我々エンジニアとしてもですね、あの海の資源を生かして我々の生活をより良くしていくことも重要だと思います。この海に対して興味を持った方がおられたらすごく大きな産業がこれから広がってきますので、ぜひですね私たちと一緒にですねあのこういう仕事にですね関わってもらえたらなというふうに思います。海洋国日本、そしてあの水産県長崎にとってはすごく大きい取り組みですね。いや、あのエンジニアの方ってすごいですね。いろんなことを本当に発想して。いや、海の資源といいますとやはりその水産物なんかをイメージしたんですけれども、海上を吹く風を利用しよう、これも海の資源なんですね。そうです、画期的ですよね。ところでなんで日本で最初に五島市が洋上風力発電の実用を始まった場所だと思いますか。お、実験最初に始めたのはどうしてか。はい、風の問題ですか。そうです、風、そうですね、あの答えというのが、ま、全国的に見てもその五島っていうのは台風がよく通る場所なんです。そのため強い風が来ても倒れずに、そして実用できるか活用できるかというテストにテストを積んで、でそれで初めてこうできるってなった場所が五島だったんです。はあ、データを取るには自然の環境を幅広くいろいろ試せるっていうのがあったんですかね。もともとの立地は素晴らしかったってことですよね。でもこれから台風近づいてきますけど、はい、そういう時でもおそらく大丈夫だろうというぐらいのデータを取ってきているわけですね。はい、そうなんです。また元の海に戻せるという利点もあるんですよ。今回は海の特集をお届けしました。以上、特集でした。海と日本。